審判団を先頭に向かって左がアウェーの富山、右がホームの長野です。富山ボールでゲームが始まりました。右にエンドを取ったのが白いシャツ、アウェーのカターレ富山。今度はウィングバックが出て対応します。さあ流れたボール、サンダが行く、サンダ倒れてファールはない、カンメラシュートだー、こぼれを拾ってカンメラ右足、こぼれたボールに向かっていったカンメラ、ルーズを自ら拾って取って収めてマイナス。川田が浮いている、川田が上げたクロス、森川ファーポストでクロスに合わせた森川、長野追加点2対0。この川田の右足から放たれたストレート系のボール、少しのけぞり、中に入れた、こぼれたボール、シュートだ、まだある、トネのシュート、リフレクションあってコース変わりましたが、なんとかピンチを逃れました。広瀬にリフレクトしてコース変わりましたが、ここで前半終了のホイッスルです。長野ユースタジアムからは万雷の拍手。に合わせてくるボールを送ってくると思うんですが、坪川左足抜けたシュートだ、決まった、ゴールイン、長野3点目。決めたのは広瀬か、の八木下、八木下グラウンダークロス、花井のヘッド、こぼれたシュートだ、頭でヘッドを揺らし、さあコーナーキック、宮坂入れて吉岡、さあゴールキーパーの前で吉岡シュート、後ろからシュートだー、決めたのは藤山智文です。そしてここで試合終了のホイッスル、4対0、長野快勝です。今シーズンホーム初勝利。サッカーを愛する全ての皆様へ、 J リーグはお客様にスタジアムで安心安全にご覧いただくために、新型コロナウイルス感染症予防対策を徹底しております。これからも皆様にスタジアムで全力のプレーを、熱気を、臨場感を、一体感を感じていただくために、 J リーグは対策を徹底します。スタジアムでお待ちしています。